あとシャワー浴びるのがすごく好きで。は？え、お風呂入るじゃなくて。そんな何回もってことじゃないでしょ。1日1回。1日4。潔癖症なの？いや、潔癖症ではないです。いや、潔癖症。それこうパーカーを常に被ってるイメージなんですね。はぁ、パーカー大好きで、パーカーこそ守られてる感じがすごい。まあ、男性、あの、地下広場みたいなところがあって、そことかでいつも夏休みみんなで集まって。上田、動きながら喋って。サバイバルに強くなりたい。なんでもうこれからほら世の中今大変じゃないですか。そうですね、はい、だから自然の中でも生きられる能力をつけて。自然の方に行くんですか。あの綺麗な星とか見ちゃったりして、はあったかいお茶とか飲みながら面白い、やってみたい。